いろいろ聞こう。いや、この企画来たね。まあもう毎回恒例ですから。はい、今回のゲストこちらの方です。どうぞ。鬼越トマホークです。お願いします。お願いします。お願いします。まあコラボか。はい、鬼越の方に、はい、リリーさん来てもらってる。はい、弾んだ。はい、弾みましたね。弾みに弾んで、はい、経験人数も聞かせていただいて。ああ、はい、よかったよかった。これやっぱいろんなところで言っていこうと思ってます。鬼越もうスピーカーとなって、はい、そうですね。あのね、はいはい、僕らのチャンネルでは、はいはい、今人の反省を毎回聞いてるんです。本当ですか？はい、いや、俺ら取らないでくださいよ、反省。聞きたいなと思って。いや、思ったことないでしょ。まずさ、覚えてる範囲でええねんけど、はいはい、受精卵の時どんな感じ？わかるか。受精卵の時から。いや、でもこんな感じですよ。フォルムはこんな感じだった。お前もよう喋れんな、お前な。で、はい、まあ、受精したわけやん。受精しましたね。おい、喋らしくて受精しました。で、記憶ねえとこ喋る。大事、はい、どういう姿勢が多かった？こうだろ、こうだろ。いやいや、人によっちゃさ、逆子の子もおるやん。いやいや、下に。それで言ったら僕、逆子でした。あ、そう。はい、逆子で結構もうお母さん大変で、うん、はい、でも逆子運動とかして、まあ、出てくる時ほんのひょこっともうくるんって回ってプルッて出てきたんですけど、うん、プルッて出てきたんですけど、最後は影響よくね、最後は影響よくピッて出てきたんですけど、はい、それのおかげで俺、僕あの頭がめっちゃでかいです。俺顔でかいじゃないですか、うん、それでとお母さん、はい、あ、大関係ある。あの、そんなんあんねん。あの、頭とかでかいとちょっとこう逆になったりとか あるらしいですよ。だから、そうなん、あんたの時は痛かったよって言われました、母ちゃんに。でかいから。でかいから。それで、はい、ま、ちょっと引っかかって生まれて、はいはい、生まれて地元が赤羽、はい、いや、赤羽じゃない、板橋。板橋です、僕板橋です、はい、そうなん、はい、地元が、地元は長野ですね。長野、千曲市っていう、まあ、千曲市って、はい、戸倉上山田っていうなんか、そうや、温泉街です。X で見たなんか長野の英雄なんじゃない？いやいや、英雄じゃないです。あのうちはですね、一応英雄って、うん、ちょいよ、あの坂井家自体は言い張ってるんですけど、ひいおじいちゃんが温泉を掘り当てたんですよ。え、でもあのいろいろ僕がおばあちゃんに聞いた結果、当時の町の若者を集めて、もうすでにじいさんだった俺のひいおじいちゃんがサウザーみたいな感じで、もう掘る機会もない時から鉄の棒とかでこうやってやって、うん、掘らして、うん、で温泉が出たら全部独り占めしたっていう。極悪人、極悪人、はい、極悪人、最低なじじいや、最低なじじい、それの末裔なんですよ。え、言ったら、はい、おじいちゃんって激いた？ひいおじいちゃんは激いた。だからこれ本当に言ってるんですけど、ひいおじいちゃんの代から村の嫌われ者です。本当にこれは本当にって、はい、だからちょっと芸風のルーツでもあるんかな。まあ、あると思う。いや、別に嫌われ者じゃないけど、はいはい、で、なんでお笑いを心出そう。でも本当にちっちゃい時から一族も仲悪いし、家族も仲悪かった。どうかわいそうになるか、はい、本当にかわいそうなんです。ラッパーとかになってたらいいリリック書けそうだな。そうですね、うん、で学校でももう馴染めもしないし、もともと性格も良くないんで、うん、学校でも嫌われて、で家帰っても居場所ないし、結構絶望してたんですね。友達もいないし、でしかも親父も絶縁状態みたいな感じですけど、もう今もお笑いやってるって言ったことないですけど、ね、その親父が見せてくれなかったんですよ、ダウンタウンさん、はい、だからダウンタウンさん見たいけど、うん、見れないってモヤモヤがあったんですけど、二十歳ぐらいになって、うん、なんかブックオフで衣装買って、うん、松本さんの、はい、読んで、うん、松本さんも結構お父さんとなんかいろいろあったんですよ、はい、書いてはるよね、はい、それも。あと楽しくなさそうだったんですよ、お笑いで。楽しいもんなのに、うん、めちゃめちゃ戦ってるし、なんかムカつきながらやってるっていうので、うんうんうん、結構感銘受けて、うん、この人に会いたいと思って始めました。じゃあもうほんまにきっかけは松本さんや。そうですね、衣装ですね、衣装から。まあでもお笑いの世界入ってさ、はい、え、理想像はこんな芸人になるぞみたいな。ああ、でもなんか松本さん、でもとてもじゃないけど無理だっていうのは、でも松本さんに存在を知ってもらえることが目標だったんで、うん、共演した時とかデラックス出た時はもうガチガチに緊張しましたけど、そう、あの一冊の本からよくここたどり着いたなと思いました。ほんますごいよな、それ。食事会みたいなのがあったんで松本さんに直接言ったんですよ。松本さんの本をブックオフで100円で買って、この世界入ってきましたけど、そうか、俺の100円やったそっち、まあ、お笑いね、じゃあさすがですよ、ね、はい、在学中に行くんだっけ。在学中に行きました、はい、で、大体大学卒業して入る人が
多かったんで、うん、僕らの年ぐらい22ぐらいで入るんですけど、うん、23で入ったのが俺らと屋敷とか、あと屋敷とか、屋敷は1年 AD やって辞めて入ってきたんで、うん、だから大卒組より1年まあ後なんですね、嶋、うん、佐の1個上だもん、嶋佐の1個上、はい、で解散もしてんねやろ、そうですそうです、僕ら2回解散してますね、はいはい、でも主席みたいになっちゃったっけ、あそうです僕ら、はい、それで解散した、そうですね、やっぱりその結果的にはね、あのうまくいってたんですけど、やっぱりりょうちゃんのパワハラが、ね、まあまあその時ひどかったですね、はい、あそれは何、でもりょうちゃんってやっぱり今までそのやっぱりね、まあその先祖 の一族ね、はい、一族の話聞いて、はい、それまで本当に友達一人もいなかったんですよ、りょうちゃんって、ほんまにそうなんやな、上京してきた時に、はい、まあ、みんな携帯とか持ってるじゃないですか、うん、電話帳が6件しか入ってなかった登録が、でそれがもう本当にご家族だけの、はい、友達一人も入ってなくて、もうなんか、ちっちゃいなんかポシェットみたいななんかつけて、なんかアディダスのでなんか格闘技のなんか T シャツ着て、はじめまして酒井ですみたいな、なんかそのなんかすごい丁寧な、はい、いやすごいね、金ちゃんなんかかっこいいよねとかすごい褒めてくれてたんですけど、あまあ、ね、最初はね、最初はめっちゃ仲良かったんです、一緒にご飯食べ行ったりとか、東京知らないからっつって俺バイク乗ってたんで後ろにりょうちゃん乗っけて、東京中の美味しいもの食べ行こうっつって、いろんなとこ行って、五右衛門っていうパスタ、一緒に食べ行って、そしたらもううわすげえな、東京ってパスタ箸で食べるんだなって、なんで似てんねん、はい、スタイルで、なんでちょっと似てんねん、はい、なんか感動してくれてめっちゃ仲良かったんですけど、やっぱ徐々に徐々にやっぱりょうちゃんの変なところというか、ハ、ねまあ、ラスメント、もうちょっと癇癪持ちみたいなとこあって、はい、僕もひおじちゃんとかのせいにしたくないんですけど、多分一緒なんですよね、うん、あの代々流れてる血は一緒やから、ひおじちゃんもそうだし、うん、自分の父親もそうだし、うん、癇癪一家？癇癪一家なんです、はい、どういう癇癪を起こすの？まず、自分が1時間ぐらい遅刻してくるのはいいんですよ、うん、でそれでもいつ謝らないですけど、僕が本当5分ぐらい遅刻したら、あーって遅刻してんだろ、土下座しろとか言って、あーとか言って本当に癇癪とかちゃう、神保町の公園とかで、あーとか言ってもう叫んだりとか、激ヤバやん、はい、それなんでの、いやもう本当にこれはね、今となったらいいんですけど、うん、初めてあったんですよ、友達というか、もう最初からちょっと結構好きだったんですよ、あの雲って言って優しいんですよ、うん、とにかく、まあ優しいな、金ちゃん温厚で、最初は気使ってたんですけど、うん、あれこれ結構俺の何でも許してくれるぞってなって、うん、結構わがまま言ってったら、うん、もう本当に怒んないんですよ、あとお笑いの成績が良かったんでシンプルに天狗になっちゃって、だからずっと脅されてたというか俺は、お笑いやって成績もいいんですけど、なんか嫌なことがあると、あ俺いつでも田舎帰れるから金持ちだからみたいな、お前んち貧乏だろっつって、どぎついやつやな、クソやな、お前ひいおじいちゃんとか関係ないやん、こいつ一人単体でやばいやん、はい、一族のせいとかじゃない、こいつがやばい、そうなんです、チンピラやん、そんなこと言うのはちょっとお笑いやろってずっと、だからライブとかも全部俺バイクでりょうちゃんち行って全部送り迎え全部して、毎回でもりょうちゃんち行くと何時に行くよっつって了解で来るんですけど、朝行くとりょうちゃん寝てるんですよ、で起こすじゃないですか、そうすると何俺んち来てんだあーとか言って、こいつやばいよ、おーっつって来んなっつってりょうちゃんは一人電車で行くんですよ、え迎えに来てんの無視して、はい、で俺はそのライブ会場行くんですよ、うん、で会うとニコニコしててりょうちゃんがどう思った俺のことあんなどうだったけど、はいはい、今こんなニコニコしてるけど俺どう思った俺のこと、まあ、わけわかんないじゃないですか、わからんわからん、わからん、意図がわからん、いやいやいや、マジでやばいやつと思ってるみたいな、うん、俺ってそういう人間なんだ俺はそういう人間だみたいな、ビッグダディみたいなこと言うでしょ俺はそういう人間だみたいな、ビッグダディより先に言うのええねん、そこは金ちゃん、今からでも会社行けると思う、遅くないでも、りょうちゃんのことをね、ちょっと、まあ、悪く言いたくないっていうのはマイナス PR やったけど、だけど、今めちゃくちゃあのいいやつになって、まあ、でも開始してです、今、本当にひどかったです、はい、あの吉本の本社とかでよく喧嘩してたんですよ、うん、である時2014年ぐらいに殴り合いの喧嘩になって単独ライブのやるって時に、うん、みんなが稽古してる中で殴り合った中、うん、いろんな人が止めに来たのがあの喧嘩芸の始まり、ガチ喧嘩だったんですよ、ルーツが、はい、あまりにここで喧嘩して先輩が止めに来るからもうその勢いで、勢いで先輩には今まで出さないようにしてた、暴言をいつも金ちゃんに浴びせてたような、うん、そこら中で言ったんだよね、インポッシブルさんとかも、そう、まあ、だからお前ら一生巨大昆虫と戦ってろとか、なんかちょっとネタをこういじったりとか、ね、はい、そういうのやって、うん、もうこれだ、もうクビだな吉本みたいな、うん、もうみんな全然受けてないし、本当にお前らやばいなみたいな、うん、それをなんか、うん、まあ兄さん方がこう喋ってくれてジュニアさんまで行って、うん、
なんかおもろいなみたいな、うん、喧嘩俺が止めに行ったらなんて言うかなとか、うん、誰が止めに行ったら誰なんて言うかな、最初は引いてたけどね、それ最初はちゃんと反省しとるんとか謝ったんって言って、謝ったって反省してるんやったら、そのシステムだけで考えたらちょっとだけ面白いなみたいな、うん、普段言えるレベルじゃない先輩が後輩が喧嘩してるとこ、おーやめろって止めたらその後輩に何か言われるみたいな、すごいな、そのシステムをジュニアさんがまあ考えてくれて、うん、まあ、ざっくりハイタッチって番組で、いや見てたよ見てたよ、はい、うん、もう一回とりあえずやってみようみたいな、うん、まあ、それがまあ、まあ、その2014年みたいな、そこでなんか同業のお笑い芸人とコアなお笑いファンになんか知名度ができたんですよ、で結構芸人もシンクったことを言われてちょっと恥ずかしいし、でも笑えるしみたいな、みたいなのが多分2014ですね、そっからまあなんかちょこちょこ出てるんですけど、そんなに売れてないというか、まあ、お金も出てもらえないわけですね、そうですね、ただ知名度だけはそのざっくりの鬼越の喧嘩芸の子たちだよねみたいな認識はされたんです、その番組以外でほとんどやってないですよ、バラエティーでは。でまたどっからきっかけなの？2017年ぐらい、工場委員会で18年ぐらい初めてか、呼ばれたやってくださいって呼ばれたんですけど、うん、全く仕事なかった時期だね、そう、よっしゃここで一発かまして仕事増やそうってなった時に、りょうちゃんが当日かな、うん、ごめん、あのインフルエンザになった、あ、かかったら連絡来て、うん、あ、って初めての工場委員会、うんうんうん、で俺無理だから、うん、じゃあね、クソ野郎、朝に、はい、で来て、え、どうするって言われて、俺も何もね、で喧嘩芸やってください、全部打ち合わせしてるんですよ、なので2人でやらなきゃいけない、俺一人でどうすればいいんだってなって、もうとりあえず無限で行って、この顔や、なんか堺の家みたいな作って白黒の家の堺と喧嘩して止めに来た人に何か言おうみたいな、大変だったんですけど、もう何も分かんないですよ、もう初めての工場委員会で、そうで行ったんですけど、その時に後ろにそのフジモンさんがいらっしゃって、フジモンさんが一応ざっくりにも結構出てくれて、僕のシステム知ってたんですよ、 なんでさんまさんがお前なんやねんお前おにごえって言った時に、どういうことやらない普段みたいな、フジモンさんが全部説明してくれたんですよ、うん、で喧嘩するんですけどみたいな、ただ今日相方いなくてできないんですけど、もしかしたら他の人と喧嘩したらこいつできるかもしれませんみたいな、うん、振ってくれて、一番最初スーパーマラドーナ田中さんと僕が喧嘩して、うん、で他のなんか、中川さんとかが止めに来て、りょうちゃんのうるせえなの部分俺が言ってたんですよ、 うるせえな、お前偉そうに M1 の審査員なんかやってんじゃねえよみたいな、でそれが結構受けて、でなんとかそっからさんまさんと僕がずっと喧嘩して、あの止めに来た人に言うみたいなのが、うん、受けて、それ結構ハマって、一人で工場委員会に2年ぐらい出てたんですよ、おお2年、はい、あの普通だったりょうちゃんにありがとうって言われるじゃないですか、頑張ってくれてみたいな、まあ、なんですけど、これ後々分かったんですけど、そのインフルエンザ全部仮病だったんですよ、やっぱこいつ何なの、こいつやばすぎるな、ちょっと、はい、マジで今怖かったからか、そのそうですね、でやば、俺もう朝その電話来て、今診察されたとか言って、どこの病院とか言ったら、うん、いや家の隣にあるなんとか病院とか言って、うん、上がったっつって、その時はもう大丈夫だったんですけど、あとあとなってなんか時間も結構早かったんですよ、電話来たのがほんと9時前とかで、うん、病院やってんのかなこの時間みたいなで腹立つなと思って、爪甘いな、はい、で俺その病院行ったろうと思って行ったら、うん、皮膚科だったんですよ、その病院が、え、うん、その名前言ってたところ、うん、でもう営業時間も9時からだし、うん、お前これどういうことだみたいな、うん、でその居酒屋で詰めたら、うん、いやごめん実は仮病だったんだおいマジかお前やばいなみたいな、うん、で一応お笑いでみんなでお前酒やばいなやばいなとか言ってたら、酒屋が、うるさーっつって言って全く居酒屋がブワー出てって、もうお前がもうやってらんなーっつっていなくなって、こいつ何なの、その時本当コンビニがめちゃくちゃ悪い時期で、俺もメモ帳にいつか殺すだよ、殺すまで解散とか、解散からでもすごいんですよ、解散しないんですよ、やっぱでも親父さんがなんか唯一もう50年売れてなかった親父が、今入ってけえけんなこいつの話親父さんがあんなんだけど絶対組んどいた方がいいよって言ってたんだよね、そう、これ一応なんかコンビバランス的にコントラストもいいしネタも受けてるし、お前らは唯一無二のコンビだ、ビジュアルもいいし2人の、はい、でも確かに分かってたんですよ僕も、ただセックスの相性めっちゃいいなってただ夫婦生活が全然うまくいかないなっていうのをずっと思ってたんですけど、りょうちゃんのことももちろん面白いと思ってたし、そのやりやすいネタはあったんですけど、やっぱその時めちゃくちゃ仲悪くて、みんなに仲いい仲いいって言われるんですけど、今が一番仲いいんです、実は、そうですね、
でもちょっと DV の感じにもあるよね。いやもうそうやな、ちょっと洗脳に近い。だって洗脳に近いよ。そうなんですね。だからそれも DV の人何度も。俺は同期からは、まあ、もちろんニューヨークとかいろんなやつから、うん、これ金ちゃんがあかんでと、うん、これ金ちゃんが亮ちゃんというモンスターを生み出してるから、うん、金ちゃんがもっと厳しくせなあかん、うん、って言われるんですけど、どうやって厳しくすりゃいいんだろうと思うじゃないですか、正直ね。こんな化け物に、はい、こんな化け物にで一回解散した方がいいぐらいの。なるほど、一回解散してでも2000、はい、で2018ぐらいの時一回解散ってなって、マネージャー呼んでもう僕ら解散ですみたいな、うん、しますみたいな。でその時もりょうちゃんがブチ切れさせて俺に、え、解散って決まってんのに、はい、いや、あのりょうちゃんが解散するって言い出して、その時は。おお、その時は、はい。で俺が要は休みの日に釣りに行ってたんですよ、うん、で、りょうちゃんに、まあ、バレたくないんで、うん、インスタのストーリーにだけ釣りに行ってることを挙げてたんですよ。まずバレたくないのも、はい、もうやばいもんな。で、りょうちゃんのその当時付き合ってた彼女かなんかがインスタ俺の見てて、金ちゃん今日釣り行ってるよとかって言って、ね、そしたらなんか次の日とかに、おー待てね、なんか俺に許可なく釣りなんか行ってんじゃねえよみたいな。で、どんな女やねんそいつも。で俺は、え、でも昨日休みだった方がいいじゃん。そうやろ、うん、いやお前ネタも作らない、気持ち悪いなお前はよとか言って、うん、釣りばっかり言って、お前そのままやめんだろお前どうせよとか、うん、もうそんなやつできるの解散だ、うん、解散だ、うん、あ、もう俺ガチだから今回は、うん、つってもうマネージャーにも解散するってもう言って、うん、でもうマネージャーとチーフマネージャー呼ばれて俺と両親行って、うん、僕はもう許せないんですよこんなの。で釣りもうマジで意味わからない、一生釣りをしないか、うん、ああもうコンビ解散するかどっちかだ、うん、お前が釣りしないって言うんだったらコンビこのまま続けられるよ。意味分からん、こんなに多分気が狂ってるわ。意味分からん、ね、で、うん、よく喋るな。いや正直すみませんと、うん、僕は釣りがしたいですって。いやそれでいいよ、はい、もう休みの日にはね、さすがに一緒におってもしんどいよ、はい、しんどいし俺も無理ですと、うん、ただお笑い芸人辞めたくないんで鬼越トマホークなんとか続けたいと思ってますっていう、うん、だからできるだけ解散はしたくないんですけど、なんかいい方法ないですかねって言って、はいはい、そしたらなんか本当にうちのその時小菅君というマネージャーがもう泣き出して、うわっ、確かに僕も鬼越トマホークめっちゃ応援してて、めっちゃ面白いコメント思うんでさせたくないです正直、うん、って言ったんですけど、チーフマネージャーが俺って呼ばれてちょっと違う部屋行ったら、おいっつって、金ちゃん一回解散した方がいいと、うん、もう本当にあいつはもう気が狂ってる、で、あんなもう解散した方がいいそいつも言うよ、もうお前一人で別に工場委員会も今出てるし、うん、別に大丈夫だから、うん、あんなもう一緒にやんなくていい、うん、とりあえず一回解散しよう、わかりました、部屋帰って4人の時にもう僕もバーッ泣いて、うん、本当はやりたかったですけど、うん、解散しますっつって、 DV やっていうか、はい、ただの DV やね、マネージャーも泣きながら、うん、わかりましたっつって、じゃあもうこれで終わりで鬼越トマホーク終わりでいいですねって言ったら、酒井が、うん、なんでそんなことをあなたたち決められなきゃいけないんですか。もうええわ、もう怖いわ俺マジで、こいつもうええわマジで怖い、もうええわこいつ怖っ、ねえ、なんで解散しなきゃいけないんですか、解散しなきゃいけないんですか、僕らが。もう怖いわ。で、俺もう気持ち悪くなっちゃって、ギブ吐きそうになっちゃって。そりゃそう。で、銀の、銀の。なんで落ち込める、こいつが加害者。ファミレス行くぞ、つって。うん。すいません、とりあえず今の話、保留にしてください、つって。ファミレスよ行って、なあ、お前よ、つって。悔しくねえのかよ、あんな奴らに解散決められてよ、って。ああ、もうダメだもん、これ。もうええ。もうええ。ワンセもいら、こいつもうええ。これ以上いらんわ、俺もうええ。もうお腹いっぱいです。それやば、ね、ごめん、つって。やっぱ結局、改造はしなかったんですけど。すごいな。で、なんでずっと言われるの、いや、そう。この話を、いや、今反省してます。あのね、怖いんですけど、覚えてないですよ。もう切れてもうたら、はい、で今はまだいいです、納得してるから、でちょっと前にこういう話あったよねって言ったら、いやないないない覚えてる、全部もう作り話うまいなとか言うんですけど、俺も一個一個全部覚えてるんで、うん、そうやな、はい、でも僕も悪いんですけどね、本当に。いやそう、いやお前は悪くないよ、一切これ DV だよ、典型的な DV の2人、そういうふうに思ってしまう。普通にさ、りょうちゃん、はい、一応3年ぐらい保護観察つけてる。一応俺ら心配やから、はい、いつ出るか分からないです。もう基金はもう今もう洗脳されてるから、いやそうですね、俺らが調査して守らなあかん、もうやらんよね、もうやんないでしょ、もう本当に僕反省してて、うんうん、本当に良くなかったし、うん、とにかくでもね、
最低の人間もうええわ最低の人間なんですよ。リリーもう閉めてくれ、はい、もう帰ってくれよ。帰ってくれ。1聞いたら1000帰ってくれんな。帰ってくれ。もう終わってくれや。チャンネルには無理や。俺らのチャンネルってな10分ちょいしかやらんねん毎回。そうやで最長になるこれ。これでもそのまま流してください。もうまだいっぱいあるんですよ。もういまた聞いたのかな。殴られそうになって俺話で高円寺の商店街走って逃げた話とかあるんですよ。靴持って話に逃げた話とかあるんですよ。ジェイソンやん、ジェイソン。あるんですよ。はい、もうリリー止めて。もう帰って。もう帰ってくれ。お疲れ。長いね。お疲れ、お疲れ。もうお疲れ。いや、本当に、あとは僕まだなんか言うな。僕は懺悔の。二人でここでずっと喋ってる。頭おかしいんか、おい。